お前想像できるか、松井の2ブロック。ちょっと、おい、松井の2ブロックコラ選手権やるぞ、今から。誰が一番松井の、ちょ、今からやるわ。誰が一番松井に似合う髪型を考案できるかっていう選手権やってるから、今。どしどしご応募し、待ってます。送ったら送ったよって。Gmail うんこちゃん12345、@gmail.com の方に。松井秀喜の似合う髪型選手権。これネタとかじゃなくてガチでやってね。ビクゾーも参加してください。美容師の。よろしくお願いします。松井に似合う髪型選手権。余計なお世話すぎるよね。松井、似合わねえからこの髪型にしてくれて。余計なお世話に元があるよな。もう松井のコラ送った？マジで。ちょっと待ってな。あ、いいね、いいね。似合うじゃん、やっぱ。超かっけえよ。待って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 。俺、これ松井に訴えられないよね。やめてな、松井。訴えないでな。俺、お前に愛しかないんだよ。秀樹に。今日は秀樹と呼ばせてもらう。かっこいいわー。本当に松井が一番かっこいいわ。ちょっと待ってね。秀樹に夢中。なんで開けねえんだ。重いな。いいじゃん、ほら。似合うじゃん。でもなんかロン毛じゃない、ここ、あ、なるほど。あ、ブラッドピット、え、松井ってブラッドピットとコラボしてんの？顔の大きさ違いすぎないか？いいじゃん、ほら。どうよ。松井のなんかこういうロン毛とか似合うでしょ。てかさ、もうブラッドピット無敵じゃない？松井の髪型超似合ってんじゃん。結局さ、これ髪型じゃなくて顔なんじゃね？ブラピ超かっこよくない？松井の髪、お前松井の髪型世界で一番ダサいのにこれ着こなすブラピ最強だぞ。最下位だからね。はっきり言って松井の髪型は。なのにこんなに着こなしてんだよ。すごいわ。ほんとすごい、松井は。松井じゃない、ブラピは。ブラッドピットの凄さも。認識してしまった。今日の枠で。こんなのも全然違う。俺も松井秀喜侮辱してるもん。違うでしょ。ほらほら。ほら。うちも松井ファン多いからね。あ、ちょっと待ってね。松井秀喜のあの、雑コラ選手が来た。ドゥッドゥッドゥッドゥル。ちょっと待って、ね。みんな仕事が早いね。これえ、てかさ、この髪型似合わないと松井も終わりだぞ。これ全人類が似合う髪型じゃん。ねえ。どんな男でもこの髪型したら似合うって髪型なのに似合わないってちょっとやばくないか。じゃあ、試しにこれ、俺でこれ作って、俺絶対似合うから。この髪型似合わない男が日本に存在すんのか？これだぞ！もしかしたらあのセンター系が一番似合ってんのかもしんねえな。おい、かっこいい！おい、かっこいい！ちょっと待って、これいけてる！おい、松井これだ！これしよう！これかっこいいじゃん！松井これいいじゃん！これどうよ？これ似合うじゃん！なんか韓流スターみたいな感じで。これはどう？これなんでダメ？え、かっこよくないこれ。え、これダメ？これかっこいいじゃん、めっちゃ。めちゃくちゃかっこいいじゃん、これ。でも、これなんか、打てなそうだな。いや、今、新たなる松井。え、てかもう松井秀喜に似合う髪型だったら全、これダウンタウン、水曜日のダウンタウンに持ってって。松井秀喜に似合う髪型は全人類に似合う説。持ってって、ちょっと。これだって。いや、俺悪口言ってるわけじゃないからな。悪口言ってるわけじゃないからな。あー、まあかっこいいか。まあまあ悪くはない。あーと、え、めっちゃかっこいい！は？ 4 割40本120打点。ねえ。
4割40歩120段で届いた。これすげえかっこくない？これめっちゃかっこいいじゃん。4割40歩120段で。これどうよ？これはかっこいいでしょ？これはかっこいいよね、普通にね。やっぱあれなんだよな、髪型なんだよな。これ、何これ。俺やだよ、こんな松井秀喜。おい、チャラチャラすんじゃねえよ、お前。野球以外しないでくれ。美容院行かないでくれ。ハサミで切ってくれ。あ、なんていうの。高いところを切る。高枝切りバサミで髪の切ってくれ。はぁ、この松井とか超かっけえし。かっけえ。いいね。これはちょっとなんか悪意があるな。これちょっと悪意があるでしょ。俺違う。それ冗談とかじゃなくて本当に似合う髪型を俺は探してるんだ。僕の髪と松井秀喜を合成しました。逆が良かったよ。松井、お前髪型すごくねえか。お前松井よりし、お前松井のことバカにできねえ髪型してんぞ。おい。お前それダメだよ。それダメ。ああ、やっぱかっこいいね。顔の作りはね、いいんだよな、松井。超かっけえじゃん、これとか。めちゃくちゃかっこよくない？めちゃくちゃかっこいいじゃん。うわ、めっちゃかっこいい。え、なんか俺に似てきてない？ちょっとずつ。俺ちょっとずつ松井に似てきてない？なんかさ、飼い犬がさ、どんどん飼い主に似てくるみたいな感じで、俺松井秀喜にちょっと若干似てきてないか。ツーブロックバージョンも来た。なんかちょっとやだな、これやだよ。かっこよくない。かっこよくないな。かっこいいやつねえのか、本当に決まるやつ。本当に決まってるやつないの。みんななんかもうネタとかじゃねえんだ。本当にかっこいいやつ俺は。ああ、まあいいな。で、松井って髪の毛染めたことあるのかな？これとかいいじゃん。めっちゃいいじゃん。いや、はぁ？やば！これやっけ！めっちゃかっこいい！めっちゃかっこくない？これ、めちゃめちゃかっこよくない？これ一番かっこいいね。うわ、松井この髪型してくんねえかな。めちゃくちゃかっけえじゃん。ワイルドだな。これ、でもこれさ、雨上がり消したの宮迫じゃん、本当によく見たら。おい、ちょ、じゃあ、おい、じゃあ松井の髪に雨上がりの宮迫の顔をちょっとつけてみてくれ。まさか。めっちゃそうじゃん。一緒じゃねえかよ。まんまじゃん。はあ、なるほど。なんかでもやっぱりセンター分けが一番似合ってんだろうな。センター分けが。これ一番かっこいいわ。俺、今日、あれですよね。で、勝手に使ってたら松井に怒られたしないよね。俺のコミュの、サムネイル、これ、あ、サムネこれにしとくから、今日から。怒らないでね、松井、マジで。怒らないで。本当に。愛ゆえの、愛ゆえのなんか。まあ、みんな用つく、あ！ほら！見てよ！ちょっと！俺もかっこいいでしょ！なんか俺余白多くねえか？ちょっとさ、余白多くない？これ。でもなんかまあ爽やかでしょ。爽やか。俺この髪型してえな。余白が多くねえか。顔面センターじゃねえかよ。顔面センター。似合ってるだろ、俺に。似合ってるじゃん。ありだな。新社会人みたいな感じで凛としてるね。やめよう。これ以上やると松井に嫌われそうだから。なんかしら。おい、こういうサッカー選手
選手いるだろう、こいつに。そこ探してくれ、これ。こういうサッカー選手いるだろうが。普通に。いるだろう。やっぱかっこいいんだよな。松井にしてほしくない髪型ナンバー、ビジュアルナンバーワンだな、これ。これちょっと嫌だわ。ここまでなんか、あれしてほしくない。国籍が変わってきちゃう。どん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 。ちょ、最後に宮迫が来たから見よう。絶対売り二つだったよな、さっきな。え、ちょっと待って、わかんない、どっち、え、これどっち、わかんない、これどっち、これ。これどっちなの、マジでわからん。これマジでわからん。これどっちの顔なの、マジでわからん。どっち、これ。え、これ松井の顔、これどっち、マジで全く一緒じゃん、全く一緒じゃん、これ寸分の狂いもないじゃん。マジでどっちかわかんねえ。髪一重で松井ってのはわかるけど、え、これ混ざってない、これキメラじゃねえの、これこれキマイラでしょ。マジでわかんない。遠目から見てるから。これ、キマイラじゃないの？本気で。すご。やべえわ。やっぱ似てるんだ。よく気づいた。ちょっと待ってな。あー、おー！おい、やっぱ一心同体だな、俺と秀樹は。一番似合うわ、俺の髪型が。俺の髪型が一番似合うわ。俺の髪型が一番似合うわ、普通に。え、なんで笑うの？え、似合ってない？一番似合うじゃん、俺の髪型が。一番似合ってない？松井じゃん。やっぱセンター分けが良くねえんだよな。ちょ、なんか、やっぱ6473ぐらいに。この俺かっこよくねえか、すごい。感情がないじゃん、もう。感情って色白っ。顔面蒼白すぎないか、これ加工されてんのか、わかんねえか。いやでも加工してるわけじゃないのか。あ、あれが悪いの、画質が悪いのか。いや、あれだ、松井の雑、ちょっと待って、あれ一個で松井の雑コロ選手権でめっちゃ面白いだったから、それ紹介しよう。俺一人でケタケタ笑ってたわ。それ紹介しよう。あ、これだ。なんかすごい自然でさ。すごい自然じゃない？これ、すごい自然じゃない？これ、これ誰これ？これ誰これ？松井この髪型いいじゃん！これ誰？亀田後期系でなんかいいよね。なんか人間って顔の大きさこんな、ベッカムかこれ？ベッカムかな？はぁー。なるほどな。ベッカムかディグだかわかんねえけど。